健康を持ち歩くほっぺのラジオ、ほぺラジ。はい、始まりました。今回はミスほっぺの佐藤春菜とクリエイティブディレクターの木村博文さんと一緒にお届けします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日ね、実はうちの可愛いふーたんも参加してます、ね、ワンちゃんも参加してますよ。皆さん見えないかもしれないんで YouTube 見てください。YouTube だと見れるね。そうですね、 YouTube だと見れる、ね、YouTube だと見れるって、はい、ワンワンワンって言うんだよね、よくね。あの、たまに参加してくるかもしれないね。そうですね、おとなしいからね、なかなか参加してくれないけどね。でも結構吠えるんですよ、うん、あ、そうだね、たまにね、はい、なんかね、きっとなんかあるんだろうね、はい、そうなんですよ、うん、ね、みたいな。そういえばあれですよ、私実は、うん、ほっぺでこの前展示会行ってきたんですよ、うん、クリニックエキスポ。あ、じゃあ関係者だ。そうなんですよ、ね、うん、やっぱり、ね、うん、あの展示会行くと、うん、いろんなやっぱ業種の方、うん、まあ、もちろん医療関係者の方ですけど、うん、医療業界に向けて便利なシステムとか、うん、例えば調剤を自動でするロボットを販売してる、うん、すごいね、ロボット売ってんの、会社さんとかいらっしゃったんですよ。それはすごいね。すごいですよね、うんうん、いやもう人からロボットが調剤する時代になったのかなと思って、うん、じゃあもういろんな人たち来てるんだよ。いろんな人いました。へえ、すごいね、はい、うん、結構規模大きいの。いや、かなり大きいですね、うん、何店舗ぐらいでしたっけ、うん、すごいいっぱい来てましたよ、うん、後で調べましょう。そうですね、後でちょっと確認します、うん、でも結構来てたね、たくさんね、かなり来ましたね、うん、で、なんかやっぱり展示会ってこう、うん、新たなこう、うちのねシステム使ってくれるような方を、うん、方との出会いのきっかけ、うん、まあ、ご縁のきっかけになる場所でもあるんですけど、うんうん、他の、まあ、システムの会社さんだったり、うん、他の事業をされてる会社さんとの出会いで、うん、まあ、業務提携できる話に広がったりとか。そうだよね、やっぱりね、はい、展示会はそれ目的だからね。そうですよね、うん、結構展示会とか行かれます、木村さん。僕最近行けてないね。前はよく行ってたんですか。行ってたね、展示会ってさ、はい、出るだけじゃなくてさ、行くのがいいんだよね、はい、行くの楽しいですよね。出るとほら待ってるじゃない。いや、もうやっぱりこう出る側になるといろいろモニター用意したり、いろいろ大変だよね。そうなんですよ、ね、準備がすごい大変で、あれ展示会のブースって大体3メーター四方のね、はい、あのブースで区切られてるやつで。あ、そうですね、僕ね3メートルの中に1日いるの耐えられないんで、はい、性格的に。そうなんですか。だって出たくない。いや、私も結構動き回りたいタイプです。同じスパッションで3メートルの中にずっといるって、はい、ええ、これ苦行なのね。苦行。木村さんちゃんも結構動き回って、うん、もういろんなとこ行きたいタイプですね。そうだけど、ちょっとほら、はい、恥じらいがあるとさ、最初さ、はい、ちょっとずつ出るんだよ、みんなね。隣のブースの前ぐらいに行って、そうですね、また戻ってきたりとか、でそれがね、2ブース先に行ったりとかみたいな感じ、だからあれ面白いよね、新人とかで行かせるとむちゃくちゃ面白くて。そうなんですか。なんかあの、自分のブース離れちゃいけないっていう真面目さがあるんだろうね。はい、なんかね、だん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 ね、時間の経過とともにね、はい、ブースからね、あの、離れる距離が伸びてくる、はい、だんだんね、慣れてきてね、現場にね。そうそう、慣れてくの、はい、そのうちね、あの、角を曲がり出したりしてね。あ、そうなんですか。姿が見えなくなるんだけど、戻ってくるみたいな、なんか可愛いとこあるよね、あれね。そうなんですね、性格が出るよね、あれ。でもあれですよね、木村さん結構お仕事でこう新人さんに仕事を教えたりとか、うん、いろいろ研修されたりとかっていうことも多いんですか、うん、それだから展示会するよ。あ、そうなんですか。展示会って一番営業の練習になるからね。なるほど。名刺交わして初めての人とやって、でなんで練習になるかっていうと、展示会ってお互いに、はい、あの、誰かとつながろうとしてるからさ、ベクトルが合ってるから。うん、そうですよね、うん、あの、いわゆるドアノックのピンポーンとは違って、はい、基本的にこう、なんていうの、お話聞いてくれる体制が両方できてるから、だからちょっとこう受け入れてくれる雰囲気はありますよね、うん、あるじゃない、はい、だからあとは名刺を交わす努力、うん、あの、あれだね、努力だよね、だから最初はね、努力と、あとはあれだよね、はい、最初のコミュニケーションの切り出し、はい、うん、いかにして相手と息合わせるか。そうですよね、うん、これの練習にはもう展示会めっちゃいいもんね。うん、あといろんな人見れるから面白いけどね。いや、そうですよね、うん、どんな人いました。あ、僕人間観察大好きだから人間観察大好き。あ、でも木村さんすごい分析そういうの得意そうです。面白くない。だってむちゃくちゃ営業するのかなと思ったら、はい、なんかすげえ淡々と話す理系の人とかの展示会のブースの人とか、はい、あと僕普段営業じゃないんですみたいだけど、なんか展示会だから借り出されましたみたいなことをなんかすごい説明してくれる真面目な人と か、うんうん、なんかむっちゃ面白いよ。あ、そうなんですね、うん、いやでも私もね、今回、まあ、お声かけ
したりとか、うん、あのうちのブースに来てくださった方に、うん、うちの授業の説明させていただいたり、うんうん、あとはそれこそ名刺交換営業は今回はあれだよね、はい、お薬手帳の話をした。あ、そうですよ、ね、お薬手帳と、ね、うん、あの口コミサプリ の話、薬剤師の口コミサプリですね。あ、それはニーズっていうかあれだよね、はい、問い合わせ多いよね。あ、問い合わせっていうか、まあね、気づいてもらうっていうかね、うん、やっぱりその薬剤師さんを通して、うん、自分に合ったサプリメントを選べるっていうのは患者さんからするとすごくこう、まあいいもんね、求めてたものなのかもしれないですね。そうなんだ、やっぱりプロの話はさ、はい、聞きたいもんね。口コミでもそうだけど。そうですよね、うん、やっぱなんかいろんないいものもあるんですけど、どれがいいのかちょっとわからないですもんね、うん、でしょだって、はい、ね、専門医科以外のさ、はい、話怖いよね。いや、そうなんですよね。僕なんか大阪の人間だからさ、はい、とりあえず話した後に知らんけどっていうね知らんけどって、そう あれでまとめられちゃうからさ、はい、結局何が正解か分かんないっていうね、そういう無責任さはないじゃないいや、薬剤師さん真面目な方多いですよ。多いじゃない、知らんけどとは言わなそうだよね。絶対言わないと思います。知らんけどっていう時は本当に知らない時だもんねでもすごく、うん、やっぱこのお仕事始めて薬剤師さんと接してると、とにかく患者さんの健康に対してすごく真剣に考えられていて、うんうんうん、真面目、そうだよね、正確性をすごくやっぱりこう、ね、大事にされています。もともとこの薬業界って、はい、そのさっき、まあ、さっきの総理でメーカーさんとかもいるんだろうけれども、うん、皆さんやっぱり真面目だよね、取り組みがね。そうですよね、ね、ね、まあ、チャラいという言葉がいいかどうか別にして、チャラくないよね。全くチャラくないです、ね、チャラさを感じないよね。全く感じないです、ね、何なんだろうね、あれね。そうですね、うん、だからあれでしょ、はい、展示会行くとそういう人たちがいっぱいいるわけでしょ。いや、もうたくさんいらっしゃいました。それはいい空気が流れてるだろうね、本当に。で、うん、もう話してても真面目に聞いてくださるんですよ。わかる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 、うん、うん、なんか繁華街とは違う空気が流れてそう、はい、そうですね、うん、やっぱね、先ほどおっしゃったように、うん、新人さんの研修の一環で行かれるっておっしゃってましたけど、うん、やっぱ聞いてくださる方がすごく多いので。そうだね、真剣だもんね。そうですよね、うんうん、そこはなんかすごくね、ほっとしました、うん、本当に、はい、本当展示会のね、分析するとめっちゃ面白いよ、はい、そうなんですか。いろんな意味で分析すると、分析もうむちゃくちゃ面白いよ、本当に。分析する気持ちがまだ余裕なくて、あの台本通り必ず喋る人とか、はい、多分トークスクリプト練習してから来るんだろうね。トークスクリプト、そう、あの話し方のね、はい、あの説明の仕方とかのやつを、はい、多分会社で練習してから展示会会場来るんだろうね。あれですもんね、うん、木村さん、うん、やっぱトークについての本とかも出されてますもんね、うん、そう、だから楽しいのよ、めちゃくちゃ楽しいのよ、もうすごいあれなんだよ、はい、あのこっちからあの A って言われてるのを、これは A ダッシュですよねって聞いてるのに、あの B に行く人みたいなあれみたいな、あのトークスクリプト同士しか話してくれないみたいな人とか、まあ、いきなりね、こう質問が来るとちょっとどうしようって思っちゃう時もありますもんね。あと A から A ダッシュに行ったら、うん、あの次あの勝手に B に行く人とか、うん、なんか自分で話膨らます人とかいろんな人いるじゃないいろんな人いますよね、うん、あとあのなんかあのすごい盛り上がってるんだけど、あるところに来たら急にあのなんか、ここから僕専門外なんで、あのこれ専門の人間に回しますみたいな感じとかで、なんか逃げる人とか、うんうん、いろんな人いるから面白いよ。いや、結構見られてるんですかねあ、見てるんじゃない、それぐらいしないと面白くないよね、展示会。そうですよね、うん、うち前あれビンゴとかやってましたよ。あ、ビンゴとかもやってるよね、ビン、はい、あの客寄せでしょ、いわゆるね、はい、客寄せでやってる、ね、ビンゴゲームとか、うん、あと、今度ラジオもやろうみたいな話も出てますね。そうそう、ラジオはね、やったらいいと思うよ、はい、ブースで、中でやってさ、ゲスト呼んでね、いいですよね、やればいいじゃない、うん、そしたら楽しい人も出るとしもした、うん、さっきのような人もいるよね、きっとね。いろんな人いますもんね。お製品説明してくださいって言ったら、はい、本当にこっちの話聞かずに説明する人みたいな、うん、むっちゃ楽しそうじゃない、うん、どうなん、薬剤師さんというよりはその、はい、なんていうの、薬局の経営者さんとかメーカーさんが多かったのかな。多かったですね、うん、今回いつもは薬局エキスポの方に出展してるんですよ、うんうん、はいはいはい、でちょっとずらして、うん、あの病院クリニックエキスポの方に、ちょっとなんかあれだね。そうですね、角度が違うのね。同じ、うん、あのルーム内っていうんですか、同じ会場内なんですけど、うん、ちょっと病院寄りの方、幕張でしょ。あ、幕張ですね。幕張です。ひっただっ広いからね、本当に広いですよ、ね、だっ広いから、はい、なのであの同じフロアって言ってもすごい悩むよね、うん、そうなんですよ、どこまでが同じフロアなんだろうみたいなね。いや、本当に広くって、うんうん、なんか展示会ずっと出てるとやっぱ足が疲れてくるじゃないですか、うんうんうん、そうするといいところに足のマッサージ機を売ってる展示会スペースとかもあって、ね、あれうまいよねなんかもう釣られていっちゃうんですよね、うんうん、そこでちゃんといいこうトークができるとね、はい、すごくいいほらビジネスにつながるというか、お仕事につながるよね、はい、
気づいたら買っちゃいそうですもんね。ね、あれいいことだよね、はい、あの体験販売ね。いやあれはね、つい行っちゃうんですよ、うんうん、でもそういうのもやってたんだ、体験販売とかね。やってました、うん、じゃあ本当にもう広く医療薬の分野、ね、そうですね、うん、今回、まあ、本当に薬局さん向けのシステムも多かったですし、うん、クリニック向けのシステム、うんうんうん、あとなん、まあ、でも一番はやっぱりその調剤ロボット、ね、さっきの話ね、すごいよね、はい、やっぱりロボットできるね、まあ、逆に言うとロボットでな、はい、がやるような正確さを薬剤師の人ってやってるわけでしょ。そうですよね、そう考えられない。いやすごいよ、ね、恐れ多いです。本当にすごくない。いや本当そうですね。さっき言ったように3メートル四方から1日、はい、あのいたら頭が狂いそうになるぐらいの変な人間からするとですね、このぴったし合わせるのってすごいよね。でも絶対間違えられないじゃないですか、うん、それずっとやっておられるわけじゃない、うん、いろんな、ね、薬のパターンもあるだろうし、はいね、調剤もあったら下流もあるし、ねあのねあのはい、水溶の、ね、水みたいなやつもあるし、うん、すごいよね。そうですよ ね、うん、で患者さんに合わせて、あこの患者様は、うん、こういう薬飲んでるから、うん、副作用ここに気をつけなきゃとか、なんかもう本当患者さん一人一人に合わせてご説明してくださるじゃないですか。なるほどね、うん、だから今度は我々あれだよね、本当にロボットだけでいいかとかちゃんと見てきたよね。そうです ね、うん、確かに。いや本当に本当に現場の方ってそこはどう感じてるんでしょうか ね、それ聞いてみたいよね。聞いてみたいですよね。だって今ほら AI でさ、はい、あのほらアイドルとか作れるじゃない。そうですよね。でもさ違うよね。確かになんかね違うんだよね、はい、うん、やっぱ AI だと分かるは分かりますよね。あ分かる分かる、あほら、AI とかで今ほら可愛い女の子とか画像生成するじゃない、はい、でよく上がってるじゃない、分かるんだけど、はい、絶対近くの飲み屋にいそうな感じしないんだよね。なんででしょうかね、うん、なんか別世界、うん、やっぱり薬局も、うん、こう人が話してくれるから安心感があったりとか、目に見えない、うん、こうなんて言うんだろうな、うん、やっぱり、まあ、の血が通ってるって言ったら、そうそう血が通ってる感じがあるんですよね、うんうん、それありますよね。だから単にロボットがね、あのもちろん正しくやるところはロボットがやるだろうし、うん、負担になっているところっていうのはねロボットがやるといいんだろうけれども、うんまあ、特に今服薬指導みたいにね、いろんなこうコミュニケーションも必要になってきてるじゃない、そうするとロボットではできないことってやっぱりなんかありそうな感じがするよね。そうですね、私僕なんかやっぱり真面目な人からなんかあの、はい、なんかあのあれだね、服薬指導するときにいろんなキャラから受けてみたいね、はい、あいいですね。確かにそういうのないのかな。すいません、うん、僕あの、はい、佐渡系の人からお願いしますみたいな。いやなんか、うん、リクエスト出せるみたいな。そう出せるみたいな。こんな飲み方しちゃダメよみたいな。私結構ね、女性の薬剤師さんで、うん、あのお母さんみたいな雰囲気の方好きなんですよ。あそうだ、優しくでしょ。優しく包まれるように説明してくださいみたいな、ね、そうですそうです。なんか服薬指導の時に、はい、そういうのをなんかこうなんかメニュー表でチェックするみたいな。あ美容院とかありますね。あるじゃない、そうそうそうあるじゃない、こういろんなあと美容師さんもいろいろ選べるじゃない。たくさん話したいとか、うん、ほっといてほしいとか、そうそうそうあるじゃない、早く帰りたいとか、そうそうあれなんかいいよね。いいですよね。あれやってくれないかな、服薬指導。あれあると患者さんが何求めてるかすぐ分かりますよね。そう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 、あのお母さんみたいに優しく指導してくださいみたいな。いや私お母さんみたいな人がいいですっていうふうに書くと、それに合った人が服薬指導してくれるみたいな。いいですよね。これかかりつけ薬剤師だよね。でもね、うんうん、だって選べるんだから。そうですよね、うんうん、やっぱなんかお薬の服薬指導って、うん、いつもこう知ってる人にしてほしいですもん、うんねうん、もう何喋っても肯定的に返してくださいとかね、うん、いやそう弱ってる時は否定されたくない。これダメですとかじゃダメです、そう優しくしてほしいというかっていうのを書いて服薬指導するとかね。これロボットにはできないいやできないですね、うん、できない絶対できないですよね、うん、だからそれはやっぱりこう、はい、なんていうの、そこはやっぱりね、はい、あのなんていうんだろう、人が求められるとこじゃない。確かに、うん、だからそういうのはなんかね分析っていうか、やっぱりこれから必要になってくるんじゃないかな。とこうコミュニケーションですよ ね、だってコンビニがそうじゃない今、はい、完全無人コンビニでできてるじゃない。あ東京駅とかあるんだけど行ったことないんですけど、どんな感じですか。もうただ本当に入って、はい、あのなんぞ出るときに、うんうん、あの勝手に生産されてっていう、でそれがあの電子マネーで落ちていくような、うん、形だったりするんだけど、はい、なんか違うよね。
そうですよね。だって最近コンビニってさ、セルフレジ増えてきたんだけどさ、あ、増えましたね。増えてきたじゃない、はい、セルフレジでやるんだけど、はい、ありがとうございましたって出際に言ってほしいよね。あ、思わない？それは分かります。なんか、ね、それ言ってもらえるとまた来たいなと思う。そう思うじゃない。思います。セルフレジでやったから無視されたらすげえ寂しいじゃない。寂しい、うん、寂しいです。前いるのに寂しいです、うん、なんかそれと同じことってあるんじゃないありますよ ね、うん、なんかこの人がいるからここ行こうってあるじゃないですか。そうそれなくなっちゃうと嫌じゃない。確かに、うん、まあ、ロボットももちろんそういうのあるのかもしれないけど、鉄腕アトムみたいね、ええ、キャラクターがあるのかもしれないけど、うん、なかなか難しいよね、うんうん、でもだんだんあれかなって、はい、調剤ロボットも名前ついたりするのかね。どうなんですかね、まあ、ずっとそのどんどん AI とかロボットがどんどんいろんな業界に入ってくるって言われてるじゃないですか。でもそれこそあれですね、 AI についてセミナーとかも木村さんされてますよね。あ、僕はね、そう、まあ、AI っていうかあれかな、はい、AI のその脇をお手伝いするようなね、うん、AI 自体の開発はベンダーさんがねもちろんやるんで、はい、僕はそれの使い方とか活用のところでね、お話しすること多いんですけれども、やっぱり上手に使えばいいんだけど、僕開発者の方じゃないんで、なんかあの本当に寂しいの嫌だね。そうですよね、やっぱりね、あの人がいるから行きたいとかね、弱ってる時って人の温かさが恋しくなるんですよ、ね、あれなんだろうね、なんでしょうかね。だからそういうとこってやっぱり求められてるかもしれないじゃない、そうですね、行きつけの飲み屋みたいにね。いやそうですよね、行きつけの飲み屋あります、うん、行きつけの飲み屋あるよ。あ、行きつけの飲み屋もあるけど、はい、挨拶しない行きつけとかあるじゃない、ぶきらぼうな感じの、そういらっしゃいとか、そこ空いてれば座りなみたいな、うん、そこで待っといてとか。私結構ね、そういう人だとね、緊張しちゃうんですよ。緊張する、そう、みんな緊張するの、緊張しちゃう、みんな緊張するの。優しくされたいです。そうそうそう、でしょ、うん、せめてあの人入ってくるといらっしゃいぐらい言えよみたいな、うん、だけど別に何、はい、とも思わないんだよね。それはちゃんと関係性ができてるからね。あ、うん、まあ、そういうキャラのね、そうそう、店員さんもいらっしゃいますし ねっていうのがあったりするといいし、ひょっとしたら薬局さんなんかもそうだけど、僕の近所の薬局さんも朝やっぱりさ、準備、9時になったら準備してるわけですよ、はい、早いですよ ねで掃除してるわけですよ、やっぱり毎日同じ時間に通勤とか通学してるとさ、顔見知りになるじゃない。そうですね、知らずにね、だからそういうのとかもさ、一ついいね、きっかけにもなったりするじゃない、ね、やっぱりなんか人がいる方がいい感じはするから。そうですよ ねなんか通う場所ってやっぱり人とのコミュニケーション、人がいる、あの人がいるっていうのはね、大きい、ね、はい、だからそれだけね、展示会もやっぱりできるのってよかったよね、はい、ずっとオンライン展示会とかね、はい、僕は本の中でオンライン展示会のやり方とか書いたりしたり ねそれは やらざるを得ないから。いや本当にコロナ禍中の時は、展示会行くかどうかっていうのも結構社内で議論しましたもん、ね、あ、でも本当そうでしょう、はい、だそういうのがやっぱりなくなっていくっていうのはすごいいいことだし、うん、まあ会えばいろいろね、はい、まさに化学反応が起きるから。そうです ねだから今みたいにね、ロボットだけだったらロボットだかもしれないけど、意外とロボットがね、愚痴言ったりするかもしれないよね、ロボット愚痴言うんですかね、そろそろ休みましょうよみたいな言ったりするとなんか妙に、ね、あれですよ、ナビが、長時間の運転お疲れ様でした、そろそろ休憩いかがでしょうかみたいな言ってくれますよね。言ってくれるよね、最近車も喋るじゃない。そうですよね、いろいろと、はい、だからなんか名前つけてもいいもんね。なんか、だんだんあれ、なんかロボットにも愛着が湧く時もありますけどね。そう、だんだんそういう風になってきてるね、でもやっぱ人の温かさってあるんだよな。そうなのよ。だから仮に服薬指導なんかがさ、なんていうの、ボーカロイドみたいな感じで、変なイントネーションで、その何しろ淡々とやられても、それは言うこと聞かないよねっていうのがあって、なんか本当に心配して言ってくれてるのかなって気分にはならないですよね。まあなるよね、お大事にしてくださいって言われてもさ、絶対思ってくださいみたいな、そうそう、もう勘弁してよって感じ勘弁してよ、多分大事にしてくれとは思ってないんだけど、入力だなっていう感じもするじゃない。そういうのはやっぱりね、人が取って変わることができない、そうですよ ねことがあるかもしれないから、そうなので、だからやっぱあれじゃない、やっぱり、あ、だからあれだよ、はい、ラジオに薬剤師のコミュニケーションについてやろう。やりますか。薬局コミュニケーションやりたいね。なんか薬剤師さんの意見やっぱ聞きたいですね。僕は本当にぶっちゃけ何でも聞きたいんだけど、はい、この前ね、西村さん来てくれたけど、そうですね、もっといろいろ呼んで、本当いろいろ聞きたいね。そうですね、あの薬局経営されて佃さんも来てくださいましたもんね。佃さんもいろいろお話できそうだから。そうですよね、もう少しなんか崩したいな佃さん、あのすごい落ち着いた雰囲気ですもんね。崩したいな、崩したい木村さんのトークでどこまでこう、どんな佃さんが出てくるか。
そう、うん、めっちゃ崩したいな。だって普段ほら、はい、やっぱりお忙しいからさ、うん、私さっき言ったきっちりした仕事されてるからさ、そうですよね、軽く冗談言うわけにいかないじゃない。ずっと居座っても迷惑じゃない。いやでもなんか、うん、でもいろんな薬剤師さんいらっしゃいますもんね、うん、それこそもう店舗で調剤されてる方もいらっしゃいますし、薬局経営者、あと薬剤師を生かして SNS で発信してる方とかも、そういう人もね呼びたいなと思って、はい、そうですよね、すげえ面白いよね見てるとね、うんうん、なんかうっぷん溜まってるなってやったらちゃんとあの社会的に言いたいんだろうなっていう人までいろいろいるから、あのこれどっちも僕好きなのね、はい、うん、あの否定するとかじゃなくて、どっちも好きで、はい、いや発信するだけすごいなと思って、はい、うん、あの鬱憤を誰にも言わずに溜めて、うん、なんか変なパワーに変えてるやついるじゃない、はい、あれの方がよっぽど怖いからさ、なんかツイッターに最近結構薬剤師がトレンドになったりしてません、うんうん、あ、そうなの、なので結構つぶやきが伸びてくるんだけど、はい、真面目なつぶやきじゃないのが伸びてるので、うん、めっちゃ面白い、あのいわゆるその裏側をちょっと、はい、なんていうの、まあ、茶化すっていうと言葉は悪いけれども、うん、まあ、薬業界あるあるだよね、あ、うん、僕らには分からないあるあるね、やつがちょっと僕らにお、そうなんだとかっていうのになるとグッと伸びたりするんで、うん、なんか最近お薬が結構足りないっていうつぶやきが多いですね、うん、そうそうそう足りないんでね、薬難しいよね、そうですよね、今度ラジオでもね、はい、その薬のそのなんていうの在庫管理、うん、あれ聞きたいけどね、はい、だって薬って だいたいどこの家もさ風邪薬とかさ、はい、残ってない、残っちゃいますよね、10錠とかさ、20錠とかで買ってさ4錠だけ飲んで止まるとかあるよね、もうだいぶもう体調も良くなってきたら途中でやめちゃったりっていうこともありますもん ね、あるよね、だそう考えると、うん、なんかすごくない、うん、だってうちとかいっぱいあのあれだよ、あの袋開けただけの薬いっぱいあるよ、あ、そうなんですか、使って、あ、でも使ってないわけじゃなくて使ってるけど全部使うまでに治ったってやつ、あ、そういうこともありますもんね、まあ、薬局ってすごいよね、だってそんな薬ばっかりしてるでしょ、うんうん、でもめっちゃ在庫管理難しいんじゃないのみたいな、そうですよね、でも本当お薬が足りないから、うん、あのなんていうんですか、同じ会社じゃなくても、うん、お薬譲り合ったりとかっていうのをしていかないと、うん、でしょ、大変ですよね、だから残薬のやつやってるじゃない、残った薬のね、売買とかっていう感じで、そうですね、うちでもお薬売買セットとか、ね、やってるよね、はい、やってます、あれとかっていうのは、まあ、すごくかっこよくて SDGs なんだろうけれども、うん、まあ、SDGs ね、そうね、要するに無駄を出さないっていう、ね、はい、ところなんだろうけれども、それ以上にやっぱりあれだよね、うん、だっていらない人に出すわけにいかないしね、そうですよ ね、勝手に処方してないのに出すわけにいかないし、うん、かといって捨てるのも変だし、うん、古くなるの置いとくのも嫌だしっていう、ね、そうですよね、うん、それはニーズがあるところに回すのが正解だよね、うん、そうですね、うん、逆に足りないものもあるもんね、うん、だからそういうのをさうまくそれこそ SNS とか、うん、まあね、残薬のやつもそうだけど、うん、やっぱりうまくその人がつながっていくと回るよね、うん、そうですね、うん、確かにこういう話聞きたいよね、うんうん、どうなんだろうね、でもそれ誰話せるんだろう、そうですね、うん、それこそ あのこの前展示会行った時にすごくこう SNS 活用されてる薬局さんもいらっしゃって、うん、YouTube やってます、うん、Twitter もやってます、うん、結構発信してるって、うん、そこでこう薬局さん間同士でコミュニケーション取れるといいですよね、うん、いいね、だからそういうのがなんかできる人たちが、なんかあのコミュニティ作ってなんかやってくれるとむちゃくちゃいい、うん、なんでしょう、あのグループになるんじゃないかなって感じはするよね、うんうん、そうですね、うん、いやなんかもうちょこちょこやっぱりね、うちもツイッターやってるじゃないですか、うん、ほっぺツイッター、ね、だんだんスタートからやったからね、そうですね、うん、もうみんなで一生懸命ねこう日々つぶやきをしてね、うん、配信してますよね、まあやっぱりでも頑張ったら結果出るよね、そうですね、うん、やっぱりそういうところでつながりを作っていきながらやっていって、うん、さらにリアルな展示会なんかでこうコミュニケーションっていうか、うん、コネクトを作っていけると、うんうん、やっぱり、まあ、展示会だけでは作れなかったコネクトってできるし、よくあるのは展示会とかでさ、うん、YouTube 見てますとかさ、Twitter 見てますとかさ、ね、あ、フォローしてますとかさ、はい、あ、以前からじゃあつながってんだみたいな、でもちょっとリアルじゃなくて具体的じゃなかっただけみたいな、うん、こういうのが展示会で結構深くなったりってね、いうのもあったりするから、じゃあ本当にリアルとオンラインのつながりを活用していくってことですよね、うん、そう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 、そういう風にしていくとまた新しいね、なんかつながりもできて面白いんじゃないかなっていうふうに思うよね、そうですね、
あ、でもそろそろ時間ですね。あ、本当だ。なんかいろいろ取り留めもなく話したけど、はい、展示会よりはなんかあれだね、残虐の話とか聞きたいね。そうですね。本当にどうやって管理してんのみたいな。いや、本当になんかもう薬剤師さんってやることが多いですよね。うん、ね、うん、実際本当どうやって管理してるのか聞きたいね、実際のところね。今度聞いてみましょうか。聞いてみたいね、はい、きっと自宅の薬箱も綺麗なんだと思うよ。そうですよね。なんか薬剤師さんみんな部屋も綺麗そう。あ、そう、僕もそう思うんだよね。そうですよね。なんかそういう感じ、やっぱあの白衣がそう感じさせるよね。感じますね。なんか雑さを感じないよね。はい、なんかすごい真面目さを感じるんだよな。そうですよ ね、 ね、私薬剤師には向いてないなと思います。もちろん、ね、きっとね、本棚とかでも本ピシッと返せるタイプの人だと思います。そうですよね。サクッとね、棚差しする人じゃないと思うね。うん、あのましてあの棚の本の上に本を置くなんてありえないと思う。うちにそんな光景があったから、うんうんうん、だからきっと真面目だと思うんで、なんかそういう人たちになんか、ね、うん、来てもらって、はい、なんか聞いて話聞けるといいですよね。そうですね。うん、まあ、ちょっといろいろいろんな方呼びましょうね、これから ね、うん、ね、呼びたいですね、はい。うん、さて、早いものでお時間となってしまいましたね。あっという間でしたね。うん、なんかもうこの前にもずっとねお話ししてて、どん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 もう気づいたらこんな時間で、うん、あっという間でした。この番組は私は健康を持ち歩く、スマホで使える無料のお薬手帳アプリほっぺがお送りいたしました。皆さん、今回も聞いてくださってありがとうございます。よかったらね、 YouTube でも配信させていただいておりますので、ぜひ聞いてください。またね。お薬手帳アプリほっぺ。お薬手帳をスマホで持ち歩きませんか？薬の待ち時間も少なく安心、なくさない、忘れない、アプリから簡単に薬剤師に健康相談。ぜひアプリをダウンロードしてくださいね。私は健康を持ち歩く、スマホで使える無料のお薬手帳アプリほっぺ。